またね、その、女芸人の、こう、世界って、今まであんまこう、知らなかったから、女芸人野球チームのコーチに行ったりとか、まあそれもちょっと参考になると思って行かしてもらってたんだけど、で、その後その、女芸人がいっぱい出る、えー、伊集院光のテレビの企画であって、で、交流するようになって、なんかこう、独特なものがあるよね。男芸人と同じ間,間合いで、 付き合うことはできなかったりとかするんだけど。また男芸人と違うとこがちょっと面白かったりとか。で、先週もちょっと話したけど、その、今回の純ンヒカのテレビでお付き合いをするようになった、交流が、えー、するようになった、コンのブルマっていう、チンコ謎掛けでおなじみのコンのブルマっていうのがいて、まあ、コンのブルマは覚えてなくても、チンコ謎掛けを何度かこうテレビで見たとか。え、この間の、あの、 山ワングランプリとかに多分出てたんじゃないかな。まあまあそんなね。で、大抵カットされるっていう。<laughs> 今度ブルマの単独ライブがあって、で、そのン度、 ブルマの単独ライブの中で使う VTR に出てほしいって言われて、まあ、無限に断るわけもいかないから、まあ、出ますよって話になったら、そのライブ映像の中で、チンコなぞ掛けにチャレンジしてほしいっていう企画だと、いろんな人がチンコなぞ掛けやるんで、伊集院さんチンコなぞ掛けやってくださいって。で、俺からしてみたら、ね、チンコナゾ掛けっていう芸風はね、尊敬するよ。尊敬するけど、もともとこっちは三遊亭円楽一門で謎掛け、伝統ある、 謎かけを、ね。えー、っと、おっぱいとかけまして、夫婦喧嘩と解きます。その心は、すったもんだで大きくなるでしょうっていうの、これを師匠から教わってますから。<laughs> あれあっちも下だな。<laughs> あれねああなんか円楽一文に伝わるやつ、例えで言うとしたらあっちか。えっ、ー、と、お弔いとかけまして、うぐいしとときます。その心は、泣く泣く梅に行くでしょう。あっちだ。あっちだわ。おっぱいの方じゃないわ。どしもだったわ。まあまあ、こうやって円楽一文の名前を傷つけながら、これ以上傷つけるわけにはいかないわけですよ。その、え高、ー、々、たかか若手の、 女お笑い芸人の、チンコ謎掛けで俺がうまく解けなかったら、あの修行の日々は何だったんだってことになるわけですよ。で、しかもチンコ謎掛けは、もともと普通の謎掛けより難しいのは、普通はお題をもらうわけじゃないですか。お客さんの方から、チンコってもらって、これをフリーで解くのが謎掛けじゃないですか。じゃなくて、えー、っと、チンコとか、かけましてはもう決まりであって、もらうお題の方が、が、 ええと、人からもらうから、もうに、逃げ場がないっていうか、もう難易度って何倍にも上がるわけ。で、しかも、今回なんか女芸人にいっぱい聞いたやつと、まあ、もう男にいっぱい聞いたやつがあって、で、それのこう個人差を比べるみたいなのがあって、で、どういうのを解けばいいのみたいな話したら女芸人は、焼き鳥。焼き鳥っていうのを、ええー、お題でやりましたって言われて。じゃ、試しにポンってやってみようかなと思って。 試しにポンってやれたらかっこいいから。ウォーミングアップも含めて。でもなかなかぴったりするのが来ないの。で、俺としては、えっと、ごめんごめん、えっと、やってみようと思ったけど、えー、チンゲとかけて、焼き鳥のタレと溶きますだったらできるわ、つって。で、ま、まだデモンストレーションだから、あのー、皮に絡まると、取りにくいでしょう、っていう。 今、ガラスの向こうで、う,う,うまい、うま修行してんだね、みたいな、ね。感じの。何それ面、師匠ずら。あいつあれで、座布団何枚ってここで言うと喜ぶんだろうな、的な。<laughs> でもね、これをね、ポンって言って思いついたのが、あこれで火星包茎のことバレるって。<laughs> チンコ謎かけの恐ろしいとこはそこなのよ。要は、その、自分の、チンコのこととかが全部バレるわけ。 で、いよいよ本番で、その、えー、男子は新幹線で解くっつったかな。新幹線で解いてくれって言われて、すーげー考えて思いついたのが、あの、俺一問で修行してるからね。その脈々と、その、正統三遊派だからね。三遊亭延長という江戸末期から明治にかけての大名人がいて。 ね。で、そこを三遊亭炎章がつなぎ。そこに、この仙台の円楽東大の円楽ね。そこの後に僕ですから、これ、正統三遊ラインっていう、もう、他の阿流とは全然違いますよ。違います。もう最後のところですっげえ曲がりましたけど。千代田線で言うところのなんか綾瀬の先ってちょっと曲がるやつみたいになりましたけども。<laughs> 上磐線の方行かねえんだ、みたいな。なんでそこわざわざ行くの北綾瀬の方に。川汚いみたいな、まあ。あの、あの感じの方に、き汚ねえドブ川の横のとこ行っちゃいましたけど。正 <laughs> 党三遊ラインのその北千住からずーっとまっすぐ行く方には、えー、三遊亭一太郎くんという、ご長男がずっと乗り継いでますから、僕はあの、ドブ川の横のところ走ってますんで。で負けてらんねえなって思って、頭に、もう、考えに考えてうめえやつ、みんなが一個ぐらいかけんだろら、俺は三つも四つもかけてやろうと思って。 ぶっかけてやろうと思っても。ぶっかけだと思って。あの、帝国、帝国発射で、ビュービュー駅を飛ばすでしょうっていう、超うまくない超うまくないまあ、ちょっと、三遊ラインは置いといて。 三遊ラインに関してはご迷惑がかかるから置いて、これはもう移住院ラインっていう、ラインもな、な点です。移住院っていう点で短期間で、えー、もう星屑になっていくっていう、その、えーえー、あの、シミになって消えていくっていう最終的には、超うめえなと思ったけど、その前のやべえ、方形バレるっていう件があるから、ま、また向こうが女芸人じゃん。女じゃん。ね。なんかわかんないけど、 この、全くセックスの匂いがしないのはどうなのっていう、その、おちんちんイコール手でこくものって思ってるって、<laughs> いや、ね <laughs> そうじゃん。こっち側はいろんなバリエーションの、その今までいろんなあ、もう移住院先輩はね、ブイブイ言わしてたんだろうなっていうね、もうあっちこっちで、もう、もう、くんずほぐれつ、えー、やってきたんだろうなっていう匂いが全然しないんですよ。 帝国発車結構すぐ思いついたもん。手でこく、あ、コのキーワードを買っていっぱい思ってる時に、うん、手でこく、手で、手だな、手ってなってるから、うん、もうこの時点で持ててないじゃん。<laughs> ンコのキーワードが手なんだから、それ出てくるやつ。いっぱい切り口あるにもかかわらず、ね。それで、ね、あぶってなって、結局、あの、えー、乗るとすぐに発射しますっていう、無難なやつになっちゃった。<laughs> 主飲酒の、主飲酒の薄いやつを出したら、漠然とした、すげえ漠然としたやつになっちゃって、あ、じゃあそれでみたいな。<laughs> 風の噂にライブ行った人に聞いたら、そんなに受けてなかったっす <laughs> ふざけるんじゃない <laughs> 一生懸命やったんだよ、ね